四年どころとは、仏教における悟りのための四種の感想法の総称。四年どころみ、四年中とも言う。三十七、未知品の中の一つ。釈迦の初期仏教の時代から、悟りに至るための最も中心的かつ最重要な感想法であり、仏教の主な瞑想である士官のうち、官の中核をなす感想法である。パーリ語教典においては、 大発ネファン業等で繰り返し言及されるほか、以下でも、詳しく解かれている。キャサンカビークヘイブ、ビッククサトウホーチ、アイダビークヘイブ、ビッククケイカーヤーヌパッシービァーティ、アーターピーサンパジャーノアチマービニアローケイ、アブハイジャジェドーマナサム、ベドナスーベドナニューパッシービァーティアーターピーサンパジャーノ、サチマービニアローケイアブハイジャジェドーマナサム、 チートしたナパシービハーティアーターピーサンパジャーノサチマービニアローケイアブハイジャジェドーマナサムダマスードムニパシービハーティアーターピーサンパジャーノサチマービニアローケイアブハイジャジェドーマナサムイーバムコビークヘイブビッククサトウホチビクたちよではビクはどのように気づいているのかビクは今身について身を見続けマサトモを備え気づきを備え 世における貪欲と憂を除いて済む。樹について、樹を見続け、正ともを備え、気づきを備え、世における貪欲と憂を除いて済む。心について、心を見続け、正ともを,を備え、気づきを備え、世における貪欲と憂を除いて済む。法について、法を見続け、正ともを備え、傷を備え、世における貪欲と憂を除いて済む。ビたちよ、ビは実に、 そのようで、少年のものとなる、パーリブッテン、おそべ大年どころへ、スリランカトリピタカプロジェクト4年どころの内容は以下の通り、ありがとうございます。